い、エビちゃん。ということでね、早速、ウェブアプリの方がね、開幕したということなので、急遽動画撮ってます。だからちょっと顔も髪型もボサボサだったんで、ちょっと顔出しはなしで、お願いします。来ましたね。始めましょう。で、スターターパックを選択なんで、まあ、これは強いチーム選んだ方が絶対いいと思うんで、フランスっすね。フランスで行きます。重いな。めちゃくちゃ重いな。よしよしよし。来た来た来た。で、レートの高いレンタル選手と交換って書いてあるんで、とりあえずサブにすればいいのかな。あ、これか。あんまりウェブアプリやってないからわかんないんだけど、まあ、レンタル選手。レンタル選手？ああ、なるほどね。あ、この辺。ああ、オッケーオッケーオッケー。ごめんごめん。理解した理解した。弱い選手と交換ってことね。サイドバックを交換。これあれかな？サイドバックを交換で、まあ、いいか。S チーム選手交換でいいか。え、これどうなんだろう？サイドバックを交換で出てくるよね。サイドバックの選手が来るわけじゃないよね。交換。サイドバックになっちゃった！やべ！ちょっと待って待って。戻りたい。ああ、よかったよかった。戻れた戻れた。じゃあこれやっぱ、フォワードの選手とかやった方がいいっすね。これ一応いろいろ確認しますわ。ST を交換。レンタル。うわ、弱いね、これ。ここは交換。あ、弱いね。ST は弱いね。ニャブリ。はいはいはい。CM。おー、バレラいるやん。バレラレンタルとかで使えるのいいね。バレラいいじゃん。CM ありだね。CM ありだね。サイドハーフは？あ、コマンおるやん。あー、LM ありやね。ね、サイドバックとか、センターバックはいいかな。メンディーおるね。おー、ラモス。まあまあまあ、そんなもんやな。あとは、ウィングとかはサブを交換。あ、変わらんね。サイド扱いされるんや。ああ、だったらバレラが一番いいんじゃないかな。キャム。あ、そうだね。じゃあバレラ交換しますわ。これでいいかな。じゃあバレラと交換しまーす。進む。進む。ああ、なるほどね。とりあえずベンフィカいいじゃん。ベンフィカかっこいいから。とりあえずベンフィカにします。アウェイユニフォームを選択。ドルトムントかな。バッチョ選択。イタリア。いや、ドルトムント、イタリアかな。イタリア好きなんですよね。よし。完了。はい。ということで、FIFA FUT22 をプレイしていただきありがとうございました。以下のアイテムをクラブにプレゼントします。ゴールド選手レアパック。80含む。アンバサダーレンタル。スタジアムスターターパック。あとはブースト。ゴールドパックになる。とりあえず、引きますか。いやー、初だね。初のパック開封。これなんだろう、割り当て未完了アイテム。バレラかな？あ、違うか。ピックアイテムか。これは後でいいかな。とりあえず、スタジアムスターターとか引くか。はい。あー、これ引かないといけないんだ。じゃ、とりあえずこれ引きます。おー、ビニ、ソン、デイビス。あー、ビニ使いたいな。ビニで。獲得。すべて保存する。よし。気を取り直して。これレアパックだ。これが一番いいパックかな。ゴールド選手レアパックが。80プラス含むだ。じゃ、スタジアムスターターパック、ゴールドパック、ラストで引いていくか。あえてそういうのいらないから。やっぱ混んでるね。やっぱみんなやってるんやな。はい。戻ってきました。割り当てみかんでさっきのやつかな。引いた瞬間だね。はいはいはい。まあ、これはいいや。すべて保存。まあ、売れるやつは売れるんだけどね。まだわかんないから、とりあえずすべて保存で。クイックとかはしない方がいいと思います。で、気を取り直して、じゃあゴールドパックから引いていきたいと思います。ああ、はいはい。ステフェンね。オリーセ。はいはいはい。まあ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 、なんか、ハンターとか来たら嬉しいけど、監督の契約。オッケーオッケーって、すべて保存する。で、移籍リストに。はい。そう、今ゴールドパックあと4枚ゴールドパック引いてゴールド選手レアパック引くとこや。じゃあさよなら。まあまあさすがに神引きはできんと思うからね。で次2枚目のゴールドパック引いてきます。ああま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 あフィリップね。まあ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 この辺はいいでしょう。ていうかさっきかぶったのすごいな。よし、これでいいね。8-0以上が確定だから楽しみやね。引きます。お？黒？あー、なんだなんだ、びっくりした。オスピーナ。強そうなのは、あー、いいじゃん。あ、けどあれ？違うか、これ違かったわ。ブレントフォードかなんかのボランチの選手かと思ったけど。全然いないね。くー、オスピナか、俺の最初は。なんかおもろいな。よし、2枚目、いきます。ログインできない！やめてくれ！持ってるってこと？え、しかも星ついてるじゃん。え、鎌田星ついてんだけど、これ逆足とかアップデートされてない？え、ガチ？神引きじゃない？衝撃！ちょっと普通に嬉しい。え、やった！使おうかな。やば。神引きやん。え、ビビるわ。もう、嬉しい。
更新できなくなってる。よしよし、いけたいけた。マジさっきのね、ビビる。俺が押して、戻っちゃ、ログインできなくなって、パッて見て鎌田だから。やば。いくよ。誰だ？いやー、例のか。いや、ここの画面で鎌田見たかったわ。マジでなえるな。うトミーも来た。あ、やば。今年あれか？日本人に愛されてんのかもしれんな。熱っ。これはもう全部遺跡リストに送りましょう。じゃラスト、引いていきたいと思います。いくよ、神引き。デブライネとかね、いるからね、来てほしいと思う。いきます。頼む。うわー、5センス。誰かいるかなー。いや、バーンズか。あー、そんないないな。まあまあまあ、鎌田引けるんだったら全然いいでしょう。いやー、いい引きできたな。幸先いいですね。ってことで、まああとは、チーム編成チャレンジとかね、この基礎とかやってくとは思うんですけど、まあちょっと動画的に時間長くなっちゃうんで、今回は終わりにしたいと思います。ということでね、今回は以上になります。もしよければね、今後も FIFA23 の動画出していきたいと思ってるので、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。